五在所竹は、三重県三重郡小物町と滋賀県東大見市の境に、ある標高1212メートルの山で、五在所山とも呼ばれる。鈴鹿国定公園の中に位置し、日本200名山、関西100名山及び鈴鹿セブンマウンテンに、選定されている。急瞬な岩壁や、筒子科の花々が美しい、変化に富んだ山である。春には、筒子や桜、 そして様々な植物。夏には赤とんぼ、秋には紅葉。冬には樹氷や冬山登山と四季を通じて楽しむ山として最適であるが、一方では、島内壁などの岩肌を有し、ロッククライミングの名所ともなっている。冬には、島内壁のアイスクライミングも楽しめる。三重県側の湯の山温泉から山頂直下までご在所、ロープウェイが通じている。 広い山頂部は御在所スキー場となっており、そのリフトを利用して一等三角点のある生誕の山頂まで行くことができる。鈴鹿山脈は断層山脈である。このため、三重県側から見た山脈の構造と滋賀県側から見た山の構造が著しく異なる。三重県側は切り立っており、そのため山梁の形もよく,書く、角。 山からの眺望に優れている。五在所竹は、花崗岩質が多く、太古に堆積した花崗岩が浸食により山肌に現れ、いろいろな形の巨岩、奇岩が見られるのが特徴である。中道登山道には、不馬れ岩、地蔵岩、縦岩、山頂付近には、大黒岩と、富士見岩、国尾根には、天狗岩と、揺るぎ岩がある。他に周辺には、石門、 キノコイワ、タカミワなどがある。この地形を利用している生物が秋ア,アカネである。このトンボは初夏に、小物や四日市などの水田、溜池、川などで浮かし、夏の日差しが強くなり、気温が30度を超えると、五座一所だけ、暑さを避けて移動する。また、秋が近づき気温が下がると、火海に舞い戻り散乱するという特徴的な生態を示している。また、 この鈴鹿山脈は、多くの植物の南言としても有名で、ブナカラ松なども滋賀県側の登山道で見ることができる。このため南からの植物と、北からの植物が入り乱れて咲いている。しかし、国定公園に指定されているにもかかわらず、近年、山野草を採取し持ち帰るものが多く、絶滅に近い植物も多く見られる。裏道と山道。 島内壁御在所、ロープウェイ眼下に湯の山温泉街や伊勢湾を望むことができる、三重県側のふもとの湯の山温泉には、ホテルと民宿が立ち並び、多くの観光客が訪れる。特に紅葉シーズンは、周辺が賑やかになる。1959年4月29日に開業した、ふもとのロープウェイ湯の山温泉駅とロープウェイ山上公園駅間を結ぶ。 標高差約780メートルの御在所、ロープウェイが通年運行されている。御在所竹の山頂には1959年に開業した三重県で唯一の御在所竹スキー場がある。一部リフトは観光用として通年運行されている。御在所山頂公園東側には御在所レーダー両系と御在所、ロープウェイ山頂公園駅がある。 五在所竹の山頂は、東西約600メートルなだらかな地形になっていて、五在所山上公園が整備され以下の施設やレストラン、等がある。以前山上にあった、ユースホステルは閉館し解体された。春に五在所竹の山上を桃色に彩る、赤や塩と白い花の田虫シバきよりよりに咲く、山野草も五在所竹の魅力の一つ。春先は山桜。 小葉の蜜葉筒子、万作、小城バカマ、岩鏡、縦山林道、道つつじ、少し遅れて、赤屋潮、白屋潮、三葉筒子、シャクナゲ、縦山林道、拳ム虫葉などが咲く。一部では、岩内は、岩桜なども見られる。山上には、つじ科の樹木が多く、赤屋潮は葉を出す前に花を咲かせ桃色に、山城を彩り、 三重県のレッドリストで純絶滅器具に指定されている。五在所竹は愛知県の高ラン系と並び、東海地方屈指の紅葉の名所である。道壇筒子やカエデもみじなどが咲き誇り、ロープウェイに乗って見下ろす朱、木、緑に染まった山肌が見られる。その他にも、ハイキングや登山に彩りを添える効果もあり、例年、10月中旬から11月下旬ほどの シーズンには30から50万人の人が訪れる。そのため、国道477号線や湯の山温泉は混雑する。島内壁の岩尾根を倒範するロッククライマー一般的には三重県側からの登山が便利である。近鉄湯の山線、三重交通バスといった公共交通機関や湯の山温泉などの宿泊施設、観光施設が集積している。 ご在所、ロープウェイを利用することもできる。氷登山道、中登山道、裏登山道、峠谷登山道、市の谷新道、竹平峠コースなどの多くの登山道がある。その他裏道から分岐する、富士内壁ルート、島内小屋から分岐して、国見尾根を登るルートがあるが、一般登山者には適していない。島内壁は切り立った断崖であり、 国見尾根ルーとはガラバを登るため落石が非常に多い。ロープウェイ利用以外では、国道477号の竹平トンネル登山口からのルートが最短ルートである。その他に元やなどのバリエーションルートもある。湯の山温泉付近には、東海自然歩道がある。裏道登山道、島内小屋登山ルート上には、下標の山小屋がある。 島内小屋と御在所さんの家の経営者は不死である。鈴鹿山脈の主猟線上にある。西側には、尾根が、幾重にも伸びている。鈴鹿山脈で、第三の後方。三角点のあるすぐ西には、蒙湖台と呼ばれる、花崗岩の、小さな丘があり、琵琶湖や、雨乞いだけを望むことができる。稲部市から望む鈴鹿山脈源流となる以下の合戦は、 伊勢湾と琵琶湖へ流れる。ありがとうございます。